ちは、マジーです。今回はですね、新たなこのリールに、まあ、ラインが、新しいライン、巻いたんですけども、こちらにですね、リーダーを、まあ、結束していきたいと思ってます。今回結束するリーダーなんですけども、こちらはですね、バリバスのスーパーヤマネフラットバットですね、15フィート、の 5X、 こちらをこちらのリールに、こちらのラインにですね、セットしていきたいと思ってます。こちらのラインですね、ダブルテーパーの3番ですね。こちらの、フラットバットのリーダーなんですけども、開封します。15フィートのロングリーダーですね。ロングリーダーなんですけども、これはですね、非常に、特徴がありまして、リーダーだけでフライを飛ばすことができるんですよ。なので、ロングリーダーとは言いながら、正直ヤブサワとかでも使える優れものです。優れものリーダーですね。ただですね、これのちょっと弱点がですね、非常にこのバットの部分が太いっていう感じなんですよ。なので、普通のラインとのネイルノットみたいなものをすると、非常にコブが大きくなってしまって、ガイドを痛めてしまう。なので、ここからはちょっと、まあ、今年、やってみても絶対大丈夫だなという確信も持てましたので、再度ちょっと説明していきたいと思います。結束方法ですね。で、まずこちらですね、ちょっと見えるかな、あのミシン針、100均で売ってます。それをこのラインの先端にまず通します。ちょっと見えない、はい、虫眼鏡付きのこれで、よいしょ、はい、貫通させました。それで、先端の細い方の部分をこのミシン針の穴に通しますと。どうですかね、通しました。これを、ミシン針をビシッと抜きます。抜きましたら、このバットの部分をぐーっと引っ張ってみます。で、今回ですね、これぐらいかな、これぐらいだ、
ぐらいにしてですね、ここ焼いちゃいます。このリーダーのバットの部分をライターで炙って焼いちゃいます。5分にしました。5分にしたら、はい、ちょっと熱いですけど揉んで、リーダー何かつけるのが一番いいんですけど、なんかくっつかないんで、ちょっとこう5分にして膨らませますね。はい、でこの状態にして、はい、アロンアルファをここに一滴垂らしますと。垂らしました。垂らしたらですね、指でなじませます。ちょっとこの辺くっついちゃうんですけど、うまくなじませてしまえば、はい、一つになりました。これで、完成です。ちなみにこれでですね、昨シーズンは、1シーズン通したんですけども、最後にね、ちくまの、50センチオーバーの、ニジマスも、全く問題なく取り込めてました。なんでこれはですね、コブもできずに、ガイドも痛めることなく安心してご利用いただけるかなと思いますので、おすすめです。はい、以上です。ありがとうございました。